今日はね、掘り出し物の中古車が入ったということで、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。ほいで、今日担当していただくのが、どうもお世話になっております、中谷自動車営業佐藤と申します。よろしくお願いします。ほいでね、ちょっとね、これね、斜めになってると思うんですよ。じゃあちょっとこういう感じで。ただね、これカメラが歪んでるんじゃなくて、ちょっと坂になってるんですよね。そうですね。だからちょっと見苦しいかもわかんないですけど、僕たちもじゃあちょっと右、こういう感じで右倒しぐらい。あ、なるほどね。なんかあのマイケル・ジャクソンのあれみたいですね。なんかありましたね。ありましたね。あれ前やね。前やね。前やね。はい。ということで、今回紹介していただくお車、はい、こちらですよね。これは何というお車ですか。はい、ホンダフリード。フリード、フリード、じゃあいろいろ聞いていきたいんですけども、まず最初に車両本体価格おいくらですか。はい、135万。ほいで、こちらなんですけど、はい、まずグレード、グレードね、 G っていうグレードですね。グレードは G で、はい、で年式は、年式29年式。29年式、はい、平成の。そうですね。じゃあ何年落ちですか。5年になりますね。5年落ち、はい、じゃあちょっと車検のタイミングですかね。あ、そうです、そうです。で走行距離は38000キロ。まあまあ、走り頃、走り頃、慣らし運転が終わったぐらい。そうですね、これからっていうところですね。これからですね、はい、なんせ日本車ですから。そうです。まだまだ走ると思います。めっちゃ走ります、めっちゃ走ります。はい、じゃあね、このお値段、はい、まあ、高いのか安いのか、うん、そうですね、ちょっとじっくり見ていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずいつも通り外装いきましょうか。はい、外装チェック、どんな感じですか。ここがね、どこですか。あ、いきなりこっち、こんな感じです。あ、こんな感じですね。こんな感じ。ららららららら、これは現状渡しになるんですか。修理してのお渡しですか。これは修理しないと乗れないですよね。そうですよね。ちょっとこれでね、買おうかってなんないですよね。あ、そうですよね。確かに確かに。修理しましょう。これは修理します。修理しましょう。じゃあ綺麗になります。そうですね。じゃあ逆にいいですよね、そこら辺ですね。もうここもね、ちょっと傷ついてるんですけど。はいはい。あ、ここ、まあ、ここはですね、ちょっとまあ磨きで生かしていただきますね。ここはからもう一回。ここは、はい、ここは、ここはコーヒー、コーヒー、ここは僕紅茶がいいです。あ、ここは、ここは、ここは、はい、ここはですね、まあ、ちょっと磨きである程度、はい、そうですね、綺麗にさせてもらいます。はい。で、あとは前とかどうです、はい、フロント周りこんな感じなんですけど。あ、こんな感じ、こんな感じ。なるほど、なるほど。ちょっとこうね、あ、これ、ね、あ、こここんな感じになってますね、はい、あと横ですね。横、横、こっち、まあ、これもね、ちょっと磨きで落ちるような傷ですね。あ、これね、ちょっと、はい、ほんまカメラで映りにくいんですけど、うん、あとリアドアね、ここにもちょっとスッスッと線が入ってるんですけど。あ、この辺ね。これもまあ磨きで取れるものですね。はいはい、はい、あと後ろですね。そうですね、リアゲートはこんな感じなんですけど、後ろはこの辺、まあ、全く問題はなしですね。あ、まあまあ綺麗ですね。はい、ちょっとね、やっぱり年数5年いうことで、うん、生活傷というんですかね。そうですね、やっぱりどうしようもないですけどね、まあ、そういうのは少しありました。ええ、あとヘッドライトですね。ええ、ヘッドライト綺麗じゃないですか。綺麗ですね。まあまあ綺麗ですよね。まあまあっていうかね、これあのちゃんと洗車したらほんまに綺麗だと思いますね。あ、そうですよね。これちょっと洗車してないのは、うん、雨上がりで入ったばっかり、入ったばっかり、これちょっと慌てて撮ってるんで。そうそうそう、ね、ネタがないんで。ネタがない、ネタがないんで。いや違うんですよ、僕のケツが決まってるんで、はい、あ、そうですか。慌てて洗車する間もなく、はい、今撮っております。今やっております。はい、急遽、急遽、はい、私もあの担当じゃなかったんでね、全く車の情報なかったんですけど。ないんですね。はい、もう今一瞬である、もう、ま、暗記でやってますんで。暗記でやってます。間違ったらごめんなさい、はい、間違ったらごめんなさい、もう本当ごめんなさいです。ほなちょっと内装も言っときます。はい、内装あんまり見んといてほしいんですよ。内装もあのまだ掃除してないんで、掃除してないんで、あんまり見んといてほしいんですけど。これ綺麗になるよっていう前提で。まあ綺麗にはしますけどね、もちろんね。はい、そこだけね、ちょっと勘弁していただいて。で助手席から行くんですか。いつも運転席ですけど。たまには。たまには、はい、こんな感じですね。あ、でもそんな汚くないじゃないですか。ね、マットとかね、はい、掃除機かけると全然綺麗になりますけど、ウッド調パネルもいいですね、これね。そうですよね、うん、これいいですよね。いいですね。え、めっちゃいいじゃないですか、ね、運転席周りもね、見ていただいたら。あ、これですね、もうウッドパネルですね。いや、おしゃれですよね、うん、なかなかね。しかも艶消しなんでね。はいはいはい、はい、非常に落ち着いてる感じですよね。これ前の小野さん DYD でやったっちゃいますよね。いや、これ元からでしょ。元からですよね。だと思います。元からっぽいです。これでさりげなく座ってますけど、座り心地はどうなんですか。あ、全く問題ないですね。問題なし、全く問題ない。もう5年ですからね、ヘタリもないし、まだまだですよね。ね、距離も3万8000でしょ。なんで、まあ、あまり乗っておられないんですよね。そうですよね、うん、いや、これで意外とおしゃれですよね。なんかね、はい、こうちょっとこの色も落ち着いてて、焦げ茶色っていうんですか、ね、黒とも違う
茶色より濃いですけど、ね、ダークブラウンって言っておきましょうか。そんなんですね。そんなん。これであのほんまウッド調と覆ってますから、うん、いい感じですね。いい感じ。はい、でドリンクホルダーあったり、はい、小物入れあったり。何これ3キロまで耐えれます。3キロマックス3キロ。えこんなところにトレイあんの僕初めて見ましたけど、何置きましょう3キロやったら。スマホ。スマホ何台置けます。結構いけますね。いけますね、うん、ね。 30台。3キロやったら大概ですよ。30台ぐらい置けるから、まあ、ミニテーブルがあって、はい、で上はこんな感じで。パニックミラーね。あ、大きいミラー。これボタンみたいなのね、はい、押しても何もならない。これ上に上げるんじゃないんですか。違う。多分ただ単にこのクッションですね。飾りですね。クッションですね。ちょっと大きめ。そうですね。バイザーがでかい。あ、バイザーもでかい。バイザーがでかい。バイザーもでかい。助手席の人にも優しい。え、ね、こっちも。運転席も。あ、でかいですね。一緒ですね。これ両方一緒に押すと、はい、やっぱなんもないですね。なんもないですね。飾りですか。多分本当にね、あの、はい、このパタンと閉まった時のショックじゃないですかね。ゴムですからね。あ、クッションみたいな感じですか。ほいで。なんと目の前にも。あ、入れ物があります、はい、収納バッチリ。何置きましょう。何置きます。スマホ30台置けます。ここ、ね、30台置けます。ほ、はい、で助手席の人に優しい、うん、ここにも物置きがあって。そうですね、ちょっと便利そうじゃないですか。非常に物置けるし、ドリンクホルダーもね、はい、ドアとこちらといっぱい、はい、1人につき2つついてますからね。わあ、ね、あったかいのと冷たいの一品、まあ、日本酒とビールで今チェイサーがあるみたいなね。いや、なるほどね。そんな感じでね。これ助手席の人だけですけど、ね、そう運転席は飲めないですからね。飲めないですね。はい、これでね、ちょっと気になるのが、ここなんですよ。どこどこ。ここここここ。ここ、お、最近なかなかね、はい、見ない。見ないですね。オーディオっていうね。オーディオがね。これで下が小物入れみたいに、はい、ここなってるのも、あ、その上その上。あ、ここね。あ、そこね。なってますね。物置けますね。で、これもちろんナビにも。そうですね。入れ替えは可能ですね。で、ナビはどこで買いましょう。それは当然永谷自動車で。もうピンからキリまでお待ちしております。それでますので。お待ちします。もちろんこのまま使ってももちろんいいですね。 OK ですね、はい、これ CD とラジオ。そうです、今これは CD とラジオですね、ではリアシート見てみましょうか、はい、見てみましょう。あ、電動じゃないですか。電動ですね。電動ですね。電動ですね。ちなみに運転席側は手動ですね。手動ですね。手動ですね。いや、でもこっちだけでいいですよ。これちなみに何人乗りですか。これ6ですね。これ6人。6。あ、なんか変わってますね。そうなんですよ、ウォークスルーですけどね。ああ、なるほどね、うん、ほんな後ろも2人。そうです。真ん中2人、はい、で前が2人です。そうですね。後ろはちょっと狭そうですか。まあ、おまけっすね。おまけですか。はい、なんかちょい乗りにはいいけど、まあ、シートこれ前に出せばね。ああ、そうかそうか。今はもう多分マックス下がってますから、これ全然下げれば、じゃあ前に出せばね。前には出さない。出しましょうか。出すのはちょっとめんどくさい。めんどくさいけど、なんかおじいちゃんがヨレヨレしてますけど、これでね、どうです。はい、これで広なりましたね。座り心地は、ええ、真ん中に比べたら若干落ちます。一緒ですか。やっぱ落ちますね。あ、落ちますか、うん、あ、やっぱりちょっと長距離はしんどいかな。長距離しんどいですね。しんどいですね。正直しんどい。正直しんどい。まあ、6人乗れますよと。あの、マッサージチェアの方がいいですね。いいですか。いいですね。そうなんですか。あ、これはね、あの椅子、3列目の椅子をね、あ、跳ね上げる時の服。あ、こちらみたい。こちら今上げてるんですけど、ちょっと待って、後ろ回りますね。はい。あ、なるほど、こういうことね。そうですね。あ、ほんならシートアレンジしたら、うんうん、たくさん荷物も乗っけれるし。そうです、両方跳ね上げたらもう荷室として使えますしね。そうですよね。まあ、外せばこういうふうにね、よいしょ、え、はい、これでまあ6人乗りになるわけですね。あ、なるほどね、うん、これ後ろも2人しか乗れないんですね。そうですね、まあ、そんな感じで、うん、あの荷物もたくさん乗るし、無理したら6人も乗れますよと。そうですね。ね、1列目2列目はね、このアームレスト。ああ、これね、うん、これもね1脚ずつついてますからね、まあ、くつろげるのはくつろげると思いますね。後ろはちなみに何もないですか。あ、これ両方ついてるじゃないですか。左右左右。あ、いいですね、うん、赤上げて白上げて、赤上げないで白下げない。はい、間違えた。はい、すいません、はい、まあ、こんな遊びもできます。できますね、はい、ということで今回は中古車、はい、ホンダフリードの紹介でした、はい、でちょっとまとめますね、ええ、こちら走行距離は3万8000キロで、年式は、平成29年で、グレードが、G バーではありません。ん、何もない。
G ですね。G ね。はい。あ、おじいちゃんとおばあちゃん。ゃんあ、なるほど。まあ、スルーしといてください。スルーしましょうか。了解です。これで、はい、車両本体価格おいくらでしたか。135万ですね。ただね、オープニングでもちらっと言いましたけども、はい、車検、うん、これが切れてますか。まだ残ってますか。これはね、まだなんですけども、まもなく切れますので、車検2年ね、整備渡しにさせてもらいます。で、これは車検通すだけじゃなくて、はい、もちろん中谷さんで、はい、きちっと隅々まで、もちろんです、もちろん整備しての渡して、じゃあ一番気になる支払い総額、うん、157万、はいはいはい、まあ、もうちょっと貯めましょうか。貯め、はい、貯めてください、ね、はい、もう一回いきますね、はい、じゃあ気になる150、はいはいはい、あ、はいはい、もう一回いきますね、150、もう3回やったんで、あ、もういいですね、 OK です、はい、で一番気になる車両本体価格は、はい、あ、違う、支払い総額支払い総額おいくらですか。はい、157万になります。安いじゃないですか、はい、ね、税金もすべて込みですからね。ただね、ちょっと気になる点がありまして、はあ、なんかないですよね。なんかないですね。ないですよね。ない。なんか久しぶりでワクワクしてきましたね。ないですね。ないですね、どうします。ダイヤルステッカーないですもんね。ダイヤルステッカーないですよね。ないね、貼っときます。じゃなくて、あ、違う、あ、違う、あ、違う、もう一個欲しいの、なんかもうなんかあるでしょ、なんか欲しいなって思いません？ピタってこうくっつける。あ、そう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 。あれね。はいはい、何でしょう。ドライブレコーダーね。はい、ドライブレコーダー。あれ、ボケんかったですね。え？ボケんかったです、ね。ちょっと出てこんかった。もう一回来るかなと思ったんですけど。行こうかなと思ったんですけど。はい、出てこんかった。出てこんかったんで、はい、ドラレコ。はい。ドラレコないんですよ。うん、どうしましょう。困りましたね。この車に限り、YouTube 見ていただいた方には、フロントドライブレコーダーをサービスさせてもらいます。いやー、これはね、はい、ほんまありがたいですよ、はい、中谷さんの指定のドラレコにはなるんですけど、プレゼントしていただけると。そうですね。じゃあこれはね、うん、もう絶対にボッツの挑戦見たよって言ってください、はい。ただ注意点なんですが、はい、他府県登録の場合は別途費用が発生しますのでご了承ください。なるほど。じゃあこれは大阪府登録の限りのお値段、ね、はい、他府県登録は若干費用がかかります。そうですね。もうそれだけご了承いただければと思います、はい。で、あとね、気になるところも多々あると思うんで、うん、中谷さんの方に直接問い合わせしていただいてもいいし、はい、で直接見に来ていただいてもいいし。それが一番ですけどね。そうですね、うん、佐藤さんもおるし、あのユッキーナもおるし、はい、美人のユッキーナもおるし、高尾もおるし、高尾ね、真面目な山中さんもおるし、ね、お待ちしておりますんで、ね、はい、からかいに来てほしいですね。そうですね、はい、連絡先はこちらになってますんで、ね、はい、連絡先、まあ、じゃあ今回貼っておきます。あ、貼っておいてください、はい、ということで、はい、今回は中古車フリードの紹介でした。ありがとうございました。こんなんでしたっけ。中古車めっちゃ久しぶりのような。ねえ、僕も久しぶり。中古車とんのいつぐらいですか。なんかボッツさんがえらいおどおどしてるから